はい、皆さんこんにちは、燻製しましです。今回ブスのはこちら、牛ももです。この牛ももブロックをいぶして燻製ローストビーフにしちゃいましょう。燻製ローストビーフを作るのは初挑戦なんですけど、作り方としてはまず下準備として、肉を買った時に一緒に入っていたスパイスミックスを牛ももにすり込みます。次に味を染み込ませるのと、常温に戻すために1時間放置します。そして牛ももブロックの表面に焼き目を入れます。今回燻煙は熱燻で20分でいきます。燻煙後すぐにアルミホイルで包んで1時間余熱を肉に通します。1時間後、次はラップで包んで1日寝かせて食べれます。食べるのは翌日になりますけど、標準できるので楽ですね。燻製ローストビーフ、非常に楽しみです。天気がいいので外で作ろうと思います。それではどうぞ。
はい、燻製ローストビーフいただきました。ローストビーフに香ばしさをまとった燻製ローストビーフ、なかなかいけますよ。お裾分けした知人からもお褒めの言葉をいただきました。ビールでいただきましたけど、肉の燻製は赤ワインでも良かったですね。今回燻製ローストビーフ初挑戦だったんですけど、ちょっと改善の余地があるなと思いました。以前にも肉をネックンでイブして食べた時思ったんですけど、ネックンだと肉の表面が硬くなってパサッとした食感が口に残るなと思いました。スノーピークのコンパクトスモーカーはしっかり密閉されているので、燻煙中高温になって肉の表面がパサパサっと硬くなったんですかね。表面に焼きを入れて普通にローストビーフを作るように、茹でた後温燻で少しいぶす感じでももしかしたらいいのかもしれません。また燻製ローストビーフ挑戦してみたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。燻製しましでした。